エアールマスは、アメリカ合衆国生産、日本調教の競争馬。2020年の東海ステークスのカチ馬マである。馬名の由来は、カンムリ名世界最高級のキャビア。2017年11月5日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、一番人気に支持されたが、サウンドキアラの2着。2戦目の未勝利戦で、初勝利を挙げた。3歳を迎え、 初戦は、新山記念の予定だったが、左講師派行を起こして、枠順確定前に出走を取り消す。4月のアーリントンカップが仕切り直しでの4歳初戦となったが、10着。3歳児は、その後、500万下条件戦での一勝を加えたのみに、とどまる。4歳児は、初戦の1000万下条件戦は4着に終わったが、2戦目の、 天神橋特別で3勝目を挙げ、1600万、下クラスに上がって、初戦の5月京都の西木ステークスは5着に終わるも、初がート戦の秋ステークスで2着アメリカンファクトに4馬審査を、つけて勝利。秋競馬を迎えて、リステクト競争のエニフステークス、オープン特別の渦政ステークスと連勝。武蔵野ステークスは一番人気に支持されたものの、 砂をこむる競馬を強いられ11着に終わった。5歳を迎えた2020年、初戦の東海ステークスでは、前年覇者のインティなど、タイトルホースが居並ぶ中、インティに次ぐ2番人気に押されたレースでは、道中を好意で進めると、直線で先頭に立ってそのまま押し切り、重傷初制覇を成し遂げた。しかし、レース後に、右前足を骨折していたことが判明し、 休養を強いられることとなった。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。